日本初のスポーツ大学の新しい学びを紹介します。初年次教育科目など1年次から積み上げるスポーツ学部の学びの基礎、2年次から始まるそれぞれのコースに備えます。基礎の学びから3つの領域、8つのコースへと専門性を高めます。コーチング領域はスポーツに関する指導・教育ができる人材を育成します。スポーツ・健康教育に関する知識を身につける学校スポーツコース、スポーツ現場でのニーズに応えるアスリートコーチングコース、自然を生かしたスポーツ活動を発展させるアウトドアスポーツコース、自分を見つめ人の力を引き出すスキルと人間力を磨く領域です。マネジメント領域はスポーツをさまざまな側面から支える人材を育成します。スポーツを通じて社会課題の解決に取り組むスポーツ政策文化コース、スポーツの成長産業化に貢献するスポーツビジネスメディアコース、スポーツにおけるあらゆるデータを分析するスポーツパフォーマンス分析コース、スポーツの魅力を発信できる知識とスキルを身につける領域です。健康医科学領域は人々の健康に貢献する人材を育成します。アスリートのために実践的な運動指導を行うトレーニング科学コース、多岐にわたる自然科学的な知識を深め人々の健康を支援する健康スポーツ医科学コース、実践的な知識と技能で社会に貢献する領域です。専門科目に加え充実したキャリア科目、語学、教養科目で卒業後の活躍の場を広げます。